ムネ美味しいね。ラムネ。ラムネ美味しいね。いくらでも食べれる。あ、結構頭痛にもいいらしいですよ。え、そうなんですか。そう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 。なんで？いや、わかんない。仕組みはわからん。白いから。か、え、どういうこと？白いものなんだろう。浄化しそうじゃないですか。浄化されてんだ、悪いものが。うん、頭についたさ、うん、マヨネーズとか白いし、あ、マヨネーズなんかちょっと黄ばんでない確かに生クリームとか確かに浄化されそう、うん、卵も焼けば、ね、白魔法ですからね。そう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 、うん、ホワイトホワイトホワイトで全部浄化していきましょう、はい、行きましょう今日の教訓みたいな今年でもなんか雪そんな降ってないね。降ってないっすね。なんか地方でも全然なんか雪のあるは聞かないですけど、うん、僕なんか数日後スキー行ってますよ、はい、え、はい、いいないいないいでしょ。え、なんかやっぱ浄化浄化浄化しに浄化しに、あ、一旦なんか洗い流しに、ちょっとあの1年間溜まったドス黒いあの黒天月を白天月に変えてくるんですね。変えてきます、ちょっと雪に潜ってきますいや、はい、というわけでですね、そろそろ放課後の時間でございます。雄星高校ラジオ部あと部員募集中、よろしくお願いします大好きになったキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を見たことはないですか。その夢を形にするキャラクタープロジェクト、それが雄星高校。雄星高校は僕たちが青春を謳歌している架空の高校。ここで僕たちは高校生活を送り、他の生徒たちと過ごし、いろいろな物語が生まれ成長していく。そんな高校の放課後に流れる校内放送、雄星高校ラジオ部アット部員募集中。放課後になりました。雄星高校ラジオ部部員高坂翔之介役天月です。同じく雄星高校ラジオ部部員葛の葉賢子役山本和富です。さあ、というわけでですね、ちょっと、お知らせがありまして、雄星高校ラジオ部だと部員募集中なんですけども、はい、ご存知の方も多いと思いますが、今日本日ですね、2020年2月の29日、うん、開催する予定でした乙女フラグ雄星高校前夜祭ですが、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しまして、はい、開催延期となりました、うん。詳しくは、後日番組内などで、お知らせもしますが、チケットは現在払い戻しの受付をさせていただいております。3月の14日までの受付となっております、皆さん気をつけてください。お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いします。はい、まあ、延期ということなので、そうですね、あの開催される前向きに、はい、楽しみにしていただければなと思います。まあ、そのなんかこうね、せっかくね来てくれた人たちもキャストの皆さんもいたからね、そう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 、会いたいと思いますね、まあ、うん、ね、だからちょっと今回は、まあ、一応みんなもね、安全第一ということでご了承いただければなと思っております。はい、さあ、まあその代わりといってはなんですけども、うん、今日のラジオもね、はい、まあ、元気にやっていきますので、はい、楽しんでいていただければなと思います。はい、それでは雄星高校だとラジオ部あと VM 中中放課後の時間楽しんでください。ラジオ部アット部員募集中。改めまして天月です。改めまして山本和富です。この番組は雄星高校からお送りしています。はい、さあ今日はですね、うん、4年に一度しかない2月29日うるー年、そうです、今日どうなんですね、ウルード氏、あ、そう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 です、そっか、うん、なんかウルード氏みたいな感じないっすね。どういうこと、なんだろう、盛り上がりはないです、現状。僕のイメージ言っていいですか、はい、ウルード氏のイメージ、はい、なんかね、あの竜とかあるじゃん、うん、獅子舞みたいな感じで、うん、その竜みたいな、うん、あのハリボテを作って、うん、みんなでこのウルード氏を、うん、ウルード氏みたいな、そう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 、そう、でも餅とかついたりとかね、ドン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 、あ、いいね、いいね、蛇に、蛇に、はい、あの巻いてもらうと、うん、で縁起みたいなそれなんかウルード氏にさ生まれちゃった人とかさ結婚しちゃった人はさ、うん、やっぱ4年に1回しか祝ってもらえないのかな、1日ずれシステムなのかな、1日ずれシステムでいいんじゃない、やっぱそっか、うん、28か、もうだから3月1日どっちか、どっちか選べんのかな、そう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 、なんか振り替えみたいなそれかもうなんだろう、はい、あの28日のそう24
4時うんになったタイミングがになったタイミングで一瞬だけ、うん、なんかもうなんだろう時空の狭間狭間みたいな狭間だけ祝うみたいなことになっちゃうよねそういうでもその理論で言えば28日の次の日っていう流れで言えば3月1日でいいんじゃないですか、うん、あまあまあまあ、ね、前の日じゃちょっとやっぱだってまだちょっとまだね生まれ落ちてないですかね、うん、まだちょっと時期尚早な感じがするから確かにで3月1日で、はいが今後は僕らのシステム上はもうそれで やらせていただきますん、ね、でうちはそれでやらせていただいてるんで、はいはい、生で今日からつってんじゃん今日からなのにそっかそっかでもニンニクの日ですね2月21日はそうですそうですニンニク大事ですからね、はい、いっぱい、ね、でも取りすぎるとダメですけど、はい、しかもなんか富士急の日らしいですよえなんで富士急ハイランドは入園無料4年に1回しかないからじゃない多分いやあんまりそれ、ね、ならいいかってそうそうそう年一でやってるとちょっと打撃がさすがにそう本当年だから1回ぐらいあったっていいじゃんね、うん、富士急だって入園無料でも別に乗り物乗んのはお金かかんでしょどうせえそうなあそっか、うん、いやそうそりゃそっかだってほら入園券とさ大体こう1日ワンデーパスみたいなちょっと違うじゃないですか、うん、あそうだねうんそっかじゃあ うちょろしてる分にはまあ、ただだよねその辺うろちょろしてる分にはただだよねなんかもうちょっとやってくれてもいいよね。一個一個、うん、あとなんか回数券みたいなので一個乗れますみたいな。ね、うん、回転早くね。ね一個だけ行けたらさ、うん、なんか他も乗ってみようかなみたいな。うん、あそこでね消費がたぎる。そう消費やっぱ煽りよ煽っていく。煽っていくスタイル。あそうなんだね。あとは、うん、2020年じゃない2012年の2月29日には、うん、スカイツリーが完成したらしいですよ。これ狙ってやったのかな29日に合わせてさ本当は28日に完成してたけどさ、うん、明日の方がなんかさ、うん、記念っぽくないみたいなまあ28日にももうできてるでしょうね実際そう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 実際そう、ね、まあできてるでしょう ねわざわざで29日にね、うん、するってことはやっぱなんすかねあと1個だけネジ残しといたりそう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 完成みたいな完成くる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 っつってそうそうそうなんかちょっとオリンピック周期のね、うん、感じで4年に一度みたいなもう8年前なんですってやばいっすね僕的には気持ちは3年前ぐらいですけどスカイツリーいや未だになんか東京タワーの下をうろちょろしてくるからね僕はねどういうことあ仕事的にですけど確かにそれは分かる分かる、うん、仕事場はね結構そっちの方が、ね、よく行くことが多いスカイツリー側なんてあんま行かないっすよねまあなんでしたっけショッピングモールあはい空町みたいなあそうそうそう、はい、空町にはまあ2回くらい行ったことあるぐらい8年間の間でまあでもそういうのって大体さ東京の人は行かないじゃないですかあそっかそっかそっか、うん、そうだよねそう意外とそういうもんですからね都会っ子じゃからマジそうだったっけそう最近なんか家の独り言がねなんかなんとかだっぺとかになってマジっすかそうやべえなどうしてわかんないどこの言葉喋ってんだろう自分とかも動物と喋ってるとなんかこっちの知能も下がってきますからねいや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 うちは下がってます僕もじゃあ完全に下がってますよ言語能力言語能力下がってますよだんだん喋りやすい言葉になってさあまあちょっと自由に話しておりますが、はい、本日も普通歌の方も読んでいこうかなと思いますよ、はいということで、はい、いただきました、うん、ラジオネームマキアット郵政高校 PTA 代表さんからいただきました天月さん山本さんこんにちはこんにちは、寒いながらも少しずつ春を感じますね、うん、うちの近所では梅の花がきれいに咲いています歩いて数十分のところに桜の名所の世界遺産もあるので春が待ち遠しいですお二人はどちらがお好きですかめちゃめちゃ住所特定されそうな感じがしました、桜の名所の世界遺産なんてあるんですかへ日本の世界遺産なんて富士山ぐらいしか答えられないですけど僕あそっか全然わかんないよどこあるんですかねでも梅の花と桜ってちょっと若干見分けつかないですよね咲きたてのなんかこうつぼみらへんの段階の時になんだろうね濃いのが梅かな 濃, いそう、まあ、濃いのが梅ってイメージ濃いのが、うん、確かにあれ梅の方が先ですよね梅の方がいや困るでしょこれ逆だったらそうですよね桜満開ですよもうそしたらにまあいいね花見ができるっていうのはいいですよね。の風情がありますね、うん。やっぱ日本らしいところですからね、うん。はい、ありがとうございます。はい、もう一つでいきましょうか。
ラジオネームなかなかさんからでございます、はい、天月さん山本さんこんにちは、うん、こんにちは。花粉症が辛い季節になってきました、うん、目と鼻が悲鳴を上げています。お二人は花粉症でしょうか。何か花粉症対策などされていますか。花粉症ですか。僕春は結構大丈夫です。あ、秋がダメなんですよ。あ、豚野郎この豚野郎だいぶの人をあの敵に回しますからね。花粉症、いや僕ちょうど、はい、あのその先週あたりちょっとアレルギー症状が出てたから、検査をしたんですよ、はいはい、全くなかったですね。何のアレルギーだったんだって話。俺も改めて今検査したいわ、アレルギー検査。意外となんか結構多いんですよね、項目があって面白いですよ、うん、はい、いつになったらそば食えんのかなって思ってます。治ってるからもしれない。いやでも治んでにくいって言われてるんですよ、そばは。やっぱもう一生もの、うん、で僕なんかそばを味わえないまま今世終わるんだなって。なんか似たのないかね、そばに。限りなく近いもの教えてほしいです、そばに。ね、なんだろうね。小麦粉じゃないか。違います。そば、そば粉です。そば粉、そば粉に近い。でも粉でしょ、粉。なんか粉。いや、麺で考えた方がいいです。粉の方で。ラーメンじゃ、ラーメン。本当に、うん、近いの、あれ。近いっちゃ近いでしょ。いや知らんがん、だから食ってないから。あ、そっか。うどんとかあれもやっぱ何、中華麺みたいな感じが近い。あ、でもきしめんとかは近いんじゃないかな。きしめんって結構柔らかくないですか。うん、だからちょっとあの固めに茹でてもらって。あ、なるほどね。うん、あれか、あ、分かった分かった。あの細麺のバリ方だ、うん、あ、そうそうそう、細麺のバリ方に、うん、湯通しとかそんぐらい、そうそう、こ、粉落としとか、ね、粉落としとか、そうそう。あとそれになんかそう、イカスミかなんかをイカスミね散らして、うん、ちょ色もちょっと、いや、味は補填できないじゃないですか。え、まあ、味も補填していきたい。そばっぽい味も補填してほしい。そばっぽい味、麺はじゃあそれでいく。細麺のバリ方でいくわ。細麺バリ方、味で、そばつゆはそば入ってないから飲めますよね。麺つゆじゃん。そばらしさはどこで補填したいの。気持ちだよね。補えねえから困ってんね。気持ちや体験してねえから。次ちょっと考えとく。ちょっと、まあ、お願いします。あのそばプロデュースして、いろいろ実験してみる、ね、そばピー、何が近いかっていうの。はい、じゃあもう一ついきます。はい、いただきました。ラジオネームエレベーターさんからいただきました。はい、エレベーター。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。先日家の近くを散歩していたら、うん、フキノトウが顔を出していました。大犬のフグリやヨモギもちょっとだけ顔を出していて、なんだか春の息吹を感じられる良いお散歩となりました。お二人は最近春を感じた出来事だったことはありますか。春ね、僕ね、あります。風邪ひいてて2週間ぐらいほとんど家出てなかったんで、うんうん、どう現状感じてないんだよ。変わった、ん、変わってなかった。2週間当ててみて、うんうん、あ、お日様って明るいんだな。ああ、気づいた。気づいた。やっと。今日気づいた。今日外出て気づいた。今日でもちょっと日差しがあったかいです。うん。暑ってなったもん、ちょっと。うん、お、うん、いいですね。外気に触れる。俺なんかあるかな。春でしょ。でも確かに草が出てきた。草生える。ちょっと言い方がなんかちょっと雑だけど。なんだろう、雑草とかさ、うん、が茂ってきた。茂ってきた。あ、うん、盛り上がってきた。うん、盛り上がってきた。草のバイブス上がってきた。やっぱでも楽しいよね。なんだろう、その草花がさ生えてくる様結構うちの近くってさ、コンクリート割って生えてきたりするわけ。いや強いね、やっぱ。うん、あ、なんかすげえなと。おめえすげえな。このコンクリートジャングルを。そう楽しいな、散歩いいね。僕も犬の散歩するからさ、はいはいはい、結構あちこち地面とか見て外出よう。そう、はい、というわけでね、たくさん本日もいただきました、はい、あなたからのメール待っています。郵政高校ラジオ部アット部員募集中。郵政高校ゲーム部、
久々のゲーム部でございます。まあ、今回やるゲームはですね、何の音でしょうか。まあ、そのままですね、はいはい、このゲームはですね、何の音か当てるゲームです。まあ、今回当てる音は何を食べているか。山月さんと僕が交互に何かを食べます、うん、で聞いてる方は音を頼りに何を食べているかを当ててください。なるほどね、はい、あの雄星高校前夜祭で、うん、天文部が ASMR をやる予定だったんですけども、うん、まあ、僕たちもね、これからやるかもしれないので、はい、そうちょっと ASMR 効果をちょっとお試ししてみようじゃないかと、はい、この番組で、はいはい、ということ でそれにプラスして、うん、美味しい何かをいただいてしまおうという当日やん、はい、コーナーでございます。はい、わかりました。じゃあちょっとどっちからやりますかね。僕がやりましょうか。あ、お願いします。食べましょうか。僕、あ、じゃあ僕がじゃあちょっと、はい、聞いてますね。じゃあ目閉じていただいて、今ちょっとヘッドホンをね、うん、してリスナーの皆さんもちょっと一緒にお考えいただければなと思います。あ、我が声も ASMR してます。目つぶて何でしょう。怒られた。目つぶて、はい、大体音だから、うん、ポッキー。いや、もう当てに来るなよ。まだだよ。まだ、はい、じゃあ良い か、ま、ですか。良いですよ。はい、行きますよ。じゃあね、いただいちゃおうかな。はい、もうなんか破る音がする。あ、箱物かな。カサカサカサ。いきますよ。じゃあ、はい、はい、キノコの里。キノコの里。違う、間違えた。タケノコの里。違うのか。なんだ？サクサクサク。カリ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 。じゃがりこ。うん。お。すごい。すごない？すごない？すごいよ。君。すごない？すごいよ、お前。すごない、僕。うん。すごいよ。すごいな。あ、でも分かりやすかった。向こうよ。振ってくれたから。向こう。箱物からね、絞り込んで、ね、いつまで食ってんだ。いつまで食ってんだ、一本食って。ヤガリコ。ヤガリコ。ヤガリコ、ヤガリコ。これ言ったら失格だよ。いや、ダメだ。うん。はい。あ、じゃあ僕がちょっとやってみますね。うん、ヘッドホンをお付けください。じゃあいきますよ。暗い。へっ。おー、箱開けてみよう。なるほどね、中に入ってる計画。横だな。縦長じゃなくて横か。これ、なるかな。え、ちっちゃいんだってことは。え、聞こえた？いや、聞こえない？うん。は？そんな僕もね、いっぱい食べれないですよ。これ難しいな。ここの部分絶対ならないからね。ならないんだったら俺判断しようがないからね。もう一回いくよ。うん。今で言うと長さもね。なんかヒントヒントヒント、うん、でも合ってますよ。中に袋が入ってる。あとやっぱね、王道ですね。やっぱね、こういうゲーム棒状のものですか。はい。じゃあポッキーとかですか。あ、そうです。なすごくない。なんか僕がこう勝手にポッキーって言ったやつを出てくる。盛り上がってんのか盛り上がんねえのか分かんねえな、このゲーム。難しいね、でもね、音出してくるって。難しい。でもなんかハムスターの気分が味わえた。じゃあ、もう一回一生ずつしてる、うん、でもこれは協力ゲームだから。うん、確かに。なんか、こんなんやんだ。なんかプラスチックの音がするよ。もう食べた？
銀紙絶対わかんないよこれ。音何年もだって最初の開けるやつはプラスチックっぽかったね。なんでゴリゴリしてる豆か豆関係ない。もうお腹いっぱいなんですけど。なんだ？シャク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 。リンゴ。わあ。違う。美味しくない。まあでも方向性は近いかも。方向性は近い。なんか、うん、その食べるものをつけて完成する。これいいヒント。キュウリ。あ、キュウリでも嫌いだったもんな。野菜。うん、野菜スティック。野菜スティックって野菜、ああ、いっぱいってことね。あ、じゃあキュウリもあながち間違ってない。ちょっとブレすぎるよね。え、ブレすぎる。ブレすぎる。そう、いろんな食材の音がさ、確かにするじゃろ、うん、するじゃろ。そうだよ。物がいっぱいです僕。まあ次ちょっと僕だから。確かに、はい、うん、お願いします。ここからお切りください。これ何、何これ、音なんのかね、これ。ん、ん、食ってんのこれ。これいいね、今ね、もいでます。もいでる。もいでます。卵。いや、まあまあまあ形状的にはね近いかもしれないけど。じゃあ食ってみますね、うん、これ音するかな。何の味もしない。何、ヒント、ヒント、ヒントね、うん、あとね、千葉。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 うん、千葉の名産ってこと？うん、千葉のこと全然知らない俺。ニンニク。ニンニク生で食べさせられるのこのラジオ。あともう一個ぐらいいってみますかね。これ今もいでます。もいでる？何もいでるって、どういうこと？何をもい、栗とか。あ、近い近いね。もっと千葉。もっと千葉。もっと千葉。じゃあもう一回食べてみますね。分からんて。え？硬いんだ。うん、ちょっと硬めですね。じゃあ栗じゃん。栗だろ。栗をね、もっとなんかね、こうもっとギュッとコンパクトに。は？もっともっとちっちゃいです。もっとちっちゃい。うん、柿じゃあピーナッツ。あ、うん、ああ。落花生ですね。はいはいはい、うんうん。千葉ってそれが有名なんだ。そう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 。あ、そうかそうか。また千葉のことを一つ知れた。そうでしょそうでしょ。なるほどね。うん。なかなか難しいね。むずい。なかなかやっぱでもポッキーは出たね。ポッキー出たね。ポッキーは出たね。もう先に当ててたもん。うん、実質。そうそう。人も実質、実質全問正解。はい、というわけでね、はい、はい、はい、ということで、ゲームでございました。はい、はい、以上、雄星高校ゲーム部でした。はい、はい、じゃあ皆さん、本番でございます。はい、よろしくお願いします。いきますよ。雄星高校ラジオ部かわいい、かわいいね。一気にかわいらしくなりますね。雰囲気が変わりますね。うん、あ、女子高生。雄星高校お祭り部。バリスナーの皆さん、何か嬉しいこと、めでたいことがあればそれをメールで送ってきてください。僕たちがお祭り騒ぎをしてお祝いします。はい、はい、ということで早速メールを読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム
ななかさん、天月さん、山本さん、こんにちは。突然ですが都立高校の推薦入試に合格しました。パンパカパン。今まで何度も様々な入試の練習を重ねてきたのでとても嬉しかったです。そこでお二人が祝ってくだされば嬉しいです。あ、いいね。そしてラジオネームゆずつきさんからです、はい、天月さん、山本さん、こんにちは。なんと先日高校入試の推薦で第一志望高校に合格することができました。合格できたら必ずお二人に伝えたいと思っていたのでメールを送りました。頑張った私をお祝いしてくださいということで、はい、ななかさんとゆずつきさんをお祝いしたいと思います、はい、他にもいるでしょうね、はい、受かった人は。そうですね、たくさん聞いてる人の中に、はい、いやー頑張りましたね、はい、じゃあみんな、はい、合格おめでとう。ワンシャイ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 、すごーい、やったぜ、頑張ったね。高校ラジオ部あと貧乏集中。さあ本日も結婚時間となりました。ありがとうございました、はい。まあ、今回ちょっとその音で食べてみるっていうのをやってみました、はい、うん、なかなか難しいですね。そうですね、うん、なんか他になんか音でできるやつないかな、うん、当てるってことですか。何をしてるか。でもまあいくらでも選択肢はあるんですか。世の中はもう溢れてますよ、はい、じゃああれ何を折ってるんでしょうかって折り紙の音を、そう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 骨怖い怖い怖い、何を折ってるんでしょうか、そういうのもあれですね、はい。それでは郵政高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト郵政高校、今番組の公式ツイッターでツイッターボイスドラマを随時更新中です。ぜひともチェックしてください。番組のツイッターハッシュタグはシャープユーラジ、ユーは漢字で遊ぶ、ラジはカタカナです。またこの番組のアーカイブ放送を YouTube の郵政高校チャンネルで聞くことができます。詳しくは番組公式ツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れるエンターテインメント情報サイトパッシュプラスでユーラジの予告記事が配信前日金曜日に掲載されていますので、ぜひチェックしてください。また完全無料のコミックサイトコミックパッシュにて郵政高校ゲーム部のコミカライズが全18話無料で読めるので、ぜひ読んでください。番組ではメールやお題を募集しています。郵政高校演劇部では即興劇のシチュエーションを募集しています。リスナーに決めてもらいたい要素はドラマで出てくるアイテム、そして最後の決めセリフ。郵政高校ゲーム研究会では古今東西ゲームのような友達とやる遊びを教えてください。郵政高校お祭り部ではあなたの誕生日などハッピーな出来事を送ってきてください。僕たちがお祭り気分になってお祝いします。そして普通オタメールお待ちしております。あなたのことや身の回りに起きた出来事など僕たちに教えてください。番組のメールアドレスは郵政アットマーク joqr.net 郵政アットマーク joqr.net です。郵政高校ラジオであと部員募集中、うん、ということで本日もおしまいの時間でございます。ございます、お相手はラジオ部部員天月と同じくラジオ部部員山本和富でした。それでは来週のこの時間まで頑張りましょう。